今回は超簡単枝豆はんぺんディップを作りたいと思います。枝豆はんぺんディップって何かなって思うと思うんですが、よくディップってクラッカーの上とか乗ってたりとか、あとはもちろんパンの上に乗せて食べることもできるし、なんかおかずがもう一品足りないなっていう時の一品料理としてなんかね、ハンバーグとかは魚、焼いた魚の付け添えに横に置くこともできるので、ぜひ皆さん簡単なので作ってもらいたいと思います。では材料を紹介していきます。材料はまずは枝豆です。枝豆 80g、 それとはんぺんは1/2枚、これですね。クリームチーズ、よくスーパーで売ってるこのキリですね、小さいやつ、これ1個だけ使っていきたいと思います。それと今日はこちらのクラッカーを用意しました。これは、8枚入りですね。このクラッカーなんですけど、食パンでもよし、リッツみたいなものでもよし、お好みでやってみてください。はい、あとは調味料はこれ1つです。黒胡椒、これだけ。そして肝心なのはこれ、よく私の料理に出てくるビニール袋1枚用意してください。この他包丁も使いません、鍋も使いません、フライパンも使いません。ただし一つだけ面倒くさいことがあります。この枝豆のさやを取って、薄皮を取っておいてください。私はやっておきました。こんな風になります。薄皮があると舌触りが良くないので、ザラザラした感じになるので薄皮も取っておいてください。簡単に切って取れるんでね。それでは始めていきたいと思います。まずはビニール袋、こちらに鞘から出して薄皮を取った枝豆入れます、はい、これはこんな風に平らなとこでちょっとだけ潰してください。手で粗く潰れてれば大丈夫です。この粒があった方が食感があってね、食べやすいんでね、少しで大丈夫です。こんな風に潰してください。はい、そこにはんぺん1/2枚入れます。はい、これもこのように潰してください。枝豆ね、結構ね潰れないなって思うと思うんですけど、それでも大丈夫、本当に食感あった方が美味しいので。はい、そして次はクリームチーズを入れたいと思います。枝豆はもう冷凍でもいいし、お惣菜売り場に売ってるやつでもいいです。あとは生のものを茹でたものでもね。はい、クリームチーズビニール袋の中に入れていきます。はい、これをしっかりまた混ぜますね。ここでやっぱりね、めんどくさがらず、めんどくさいんだけど、よく潰すこと。ビニール袋がね、切れないように。それで、一回開けて、下にグッグッグッ、集まれ集まれ、もうある程度しっかり混ざりました。そうしましたら、下にして、結んじゃいまーす。ここで、角っこ。キッチンバサミでパチッと砂の中に絞り出していきます。おつまみでもよし、おやつでもよし、おかずの一つにしてもよし。はい、そして最後に粗挽き胡椒、だった。8枚でも10枚でもね、お好きな数だけ。これで簡単に出来上がりました。超簡単枝豆はんぺんディップを作りました。冷凍の枝豆でも、スーパーに売ってるお惣菜でもいいし、生の、ね、枝豆を茹でて作ることもできます。おやつでもおつまみでも、何かおかずの付け添えでも、パンの上に乗せても美味しく食べられます。ぜひ皆さん作ってみてください。では、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。